八祖寺軍、八祖寺軍は、チロ軍、パーロ軍、艦隊アザ、八祖寺とは、日中戦争時に、下北方面で活動した中国共産党軍、公軍の通称である。1937年8月、中国皇能皇軍が、国民革命軍第八祖寺軍として、国民政府指揮下に編入されたことからこの名称で、呼ばれた、後に、 国民革命軍第18集団軍と解消されたが、八祖事軍の通称は残った。現在の中国人民解放軍の前身の一つ。毛沢東は、軍閥や列強に対抗するには民衆による革命運動では限界があることを認識していた。一方中国国民党では、1920年代の時点で貧弱な装備ながらも軍隊を保持しており、 蒋介石は軍隊を用いて、反共クーデター、上海クーデターを起こし、第一次国境が施策を崩壊させた。中国共産党はこの苦い経験から、独自の軍隊の創設を迫られることになった。毛沢東思想による人民戦争理論、転化した敵軍を人民の海の中に埋葬する人海戦術に従い、共産党は、 中国各地への浸透工作を積極的に行った。共産党に協力的な地域を、村落、都市に広げるのが目的である。これらの活動の結果、共産党勢力は草の根的に増殖し、遊撃兵力を各地に展開させることも容易になった。1937年に日中戦争が勃発すると、国民党軍が前線で日本軍と対峙し、 八素寺軍は、便衣兵として、テロやゲリラ戦で、主に日本軍の輸送部隊や小部隊を攻撃し、鉄道などの輸送網の破壊も行った。また、日本軍は広大な中国大陸で小部隊を分散せざるを得なかったため、八素寺軍の攻撃は、日本軍の作戦行動や農村部の支配に打撃を与えた。農村部においては、 日本軍が安全に行動できるのは大きな町の周囲などわずかな地域で、八素寺軍の襲撃が多い、地域や支配が全く及ばない地域の方が多かった。このため、日本軍はテント戦しか確保できなかったと評される。日本の敗戦後、国境内戦が再開すると、八素寺軍はさらに大きな力を発揮するようになる。満州では、関東軍の装備を摂取したソ連軍は、 これをそのまま八祖寺軍に与えた。共産党軍が初めて保有した戦車甲信号は満州で関東軍から接収したものだった。また、日本兵を含む残留日本人を八祖寺軍に編入することで軍事技術や専門技術を得た。空軍のなかった八祖寺軍は、林愛一郎詳細か関東軍第二航空団第四連成飛行隊員を取り込み、 東北民主連軍航空学校を設立し、航空部隊を養成した。また、正規の砲兵隊がなかったので日向勝を筆頭とした、日本人教官の下で、砲兵学校を設立した。医師や衛生兵、看護婦など、戦争に欠かせない技術を持つ者は日本に帰国させず、国境内戦勝利後も長きにわたって徴用した。後に、衆議院議員、厚生大臣となる。 戸井田三郎ブ夫妻など、八祖事軍は国民党軍との戦いに勝利し、1949年10月の中華人民共和国建国に大きな役割を果て立た。当初組織された共産党軍、公軍は、収集法規を戦った、毛沢東式指揮下の中国皇能公軍と南昌法規で決起した首都区翼下の公軍が成功山で合流し、 中国工能革命工軍第四軍となり、後に中国工能工軍第四軍となった。第四軍は、その後厚生省随近の中華ソビエト海放区に本拠を置いたが、5回にわたる国民党軍の包囲攻撃に遭い、根拠地を放棄する調整。この結果、根拠地を厚生省から先制省に移動した中国工能工軍は、 西北高軍と共同戦線を展開し、答進して、三成賞を伺う情勢にあった。このような情勢した西安事件を受けて、第二次国境合作が実現するや、1937年8月25日に、中国高能高軍と西北高軍は共に解散し、新たに中国国民革命軍第18集団八祖事軍と改組され、 一般に八祖寺軍と呼ばれることになる。同時に中国南方地域では、後軍は中国革命軍新編第四軍、あるいは陸軍新編第四軍と呼ばれる組織に改編され、一般に新四軍と呼ばれることになる。1947年に第二次国境合作が崩壊すると、八祖寺軍は新四軍と共に、 中国人民解放軍に編入された記述の通り、そもそも、八祖寺軍、新四軍という名称は、国民党と共産党の提携、国境合作に基づき共産党の公軍が、中華民国国民政府の軍隊に編入された際のものであった。八祖寺軍は主に、日本陸軍占領地域の広報拡乱とゲリラ戦を担当した。 1940年8月から下北において100団体戦という鉄道や炭鉱に対する大規模なゲリラ攻勢を行い、日本軍を一時的に混乱させたが、日本軍の本格的な攻勢が始まると、たちまち一掃された。これ以降、このゲリラ戦に対して、日本陸軍第一軍の反撃も参考作戦などと、呼ばれたように本格化ないし泥沼した。八祖寺軍の戦果は、 中国側の研究によれば、作戦回数は約9万9800回、戦死、または戦勝させた日本軍の合計人数は約40万1600人、戦死、または戦勝させた偽軍、主に王朝名傀儡政府によって組織され、軍を指すの合計人数は約31万2200人となっている。2008年現在、中国国民の多くが、 中国は日本に戦闘で勝利したと信じている。八祖寺軍の兵力は1937年7月時点で3万人、1938年に15万6千人、1940年に40万人に増員された。1941から1944年間の戦闘により約30万人にまで減少するが、1945年段階で、 計60万人程度の規模に達していた。第115師団市長林平副市長、上久志至る星くんどころ、主任ら栄江第120師団市長河流副市長賞、勝生くんどころ主任関高王。第129師団市長劉白賞副市長女向き、前生くんどころ、主任、長広寺、後に、東昌平と交代。各師団は、 それぞれに古旅団があり、他に独立団、騎兵営、法兵営、市長営、共同団、特務営などがあった。また、皇軍にはソ連赤軍に倣って政治委員のポストがあったが、編入された国民革命軍にはそのようなポストは存在しないため、政治委員は便宜的に政軍どころ主任の地位についた。後に国民党との関係が悪化すると、 成人制度は復活した。なお、この編成は、初期のものであり、八祖寺軍の発展に伴って、師団とは別に、第一重隊、第二重隊、進むさつき軍区、戦艦進む水連邦軍、三島軍区などが誕生した。ただしその司令官は、三個師団の市長、副市長が兼任している場合が多い。これら正規軍の他に、 生産を離れ遊撃戦を行う、地方軍、生産を離れず、敵自遊撃戦に参加する民兵が多数組織され、41年以降は、これらの非正規軍の活躍が目立った。民衆に根差した八祖地軍は、兵舘の確保も容易であるとともに、一般市民に紛れ、攻撃は、進出規模のゲリラ戦を行った。日本軍と同盟関係にあった南京政府側の民衆組織、 新民会等が同様の民衆工作取り組み、八祖事軍に対抗していた。国民党軍、重慶政府軍はアメリカからの援助により装備は優れていたものの、兵力温存を図り、日本軍との正面決戦を避ける傾向があり、弱兵として日本軍に侮られた。一方、地域によってはむしろ八祖事軍を弾圧。 もしくは八祖寺軍に対して積極攻勢に出る場合すらあった。百弾大戦直後の1940年10月にも、重慶政府軍は八祖寺、新四軍へ大規模な攻撃を行っている。国民党軍が兵力温存を図ったのは、抗日戦勝利後の共産党との決戦に備えたものであるが、この戦略は完全に裏目に出てしまう。抗日戦で果敢に、 日本軍と戦った八素地軍が特に、河北を中心に民衆の餅を集めたのに対し、国民党軍は民衆と完全に乖離した。国民党を援助していたアメリカも国民党の態度に不信を覚え、むしろ八素地軍に好意を抱くこととなった。アメリカ陸軍から派遣されていたヨセフ、スティルウェル中将の解任もこれが原因。 結果的に八祖寺軍、イコール人民解放軍はその後の中国革命、戦争、国境内戦において、大衆の支持を集め、中華人民共和国政府の樹立に貢献した。八祖寺軍将兵に対しては、三大規律発行注意という規則があった。軍服と軍防の色は共に、黄土色だが、皇軍時代の藍色の軍服のものも多かった。左腕に、 八素地と書かれた腕章をつける。軍歌ではなく布靴やわらじを履くのが一般的だった。国府軍への反発から戦後八素地軍へ入隊する日本軍人も少なくなかった。八素地軍に降った日本軍将兵はソ連の赤軍に降った将兵と比較すると内地機関、収容所大軍などに工具を受けたため、八素地軍に対しては 好意的な意識を持つ旧日本軍将兵もいる。島派遣軍勤務だった昭和天皇の弟、三笠宮高人親王も八祖寺軍の軍機に魅了されていた。ただし特殊技能を持つ旧日本軍将兵、航空機、戦車等の機動兵器、医療関係は長く止め置かれ、帰国が遅れた者も,も少なくない。代表例として、気象台勤務であった作家の新田次郎など、 南鉄心によると、金学部鉄は、自身の体験を綴った小説では、八祖寺軍が、日本軍を攻撃した際に捕虜となった、朝鮮人の慰安婦について、貧困によって売られた、広報では売れないので、前方に送られた、た日に二重から三十人を、相手にすると腰痛がひどいと書いており、聞き書きでは、朝鮮人の慰安婦たちを引き取って、 先に取りなどの仕事に従事させたと述べたとされている。また、上久し至るのように、繊細で親を亡くした、日本人の姉妹に、自ら直筆の手紙を持たせて、日本へと送るよう配慮した人物もいた。戦後、八祖寺軍に拘束された日本軍人が、逆さ釣りの上に4と程度の水を飲ませられる水攻め、600発以上を超える前進、全身王だ。 座らせられた上で足と手を一緒にして縛られ、これに太い火事棒を入れて吊るし上げられる等の拷問を約15日間加えられた上、民主裁判にかけられて死刑宣告を受け、八祖事軍への協力を強要された事件も被害者自身の口から衆議院で生々しく語られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。